新幹線総合車両センターは、東日本旅客鉄道の新幹線車両基地の一つで、宮城県宮城郡理府町に所在する。敷地そのものは、理府町及び仙台市宮城野区、多賀城市にまたがっている。理府 JCT 付近から望む、センター外観主に、東北新幹線で運用される車両が所属し、仕業、交番検査といった日常的な整備から、 当センター以外に在籍する車両も含む全般検査などの重整備、改造工事や申請車両の搬入、廃車解体に至るまで JR 東日本が保有する新幹線車両に関する総合的な業務が行われている。新幹線総合車両センター周辺の空中写真国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに 作成1982年の東北新幹線開業と同時に開設された。当初は車両の整備を行う仙台新幹線第1運転所と検査、修繕を行う仙台工場に分かれていたが、後に統合され仙台総合車両所に改組2004年4月より現在の名称になった。JR 東日本本体の従業員が約500名。 関連、協力会社を含めると1,100名を超えるスタッフがこの車両基地に勤務し、新幹線の定時輸送、安全運行を支えている。勤務者が多いことから利便性を考慮し、新利府駅が併設された。全長3 7トル幅2 6 0ルの広大な敷地を有し、仙台レールセンター、仙台新幹線保線技術センター、 総合訓練センター等を併設している。敷地中央砂押し川が横切るため、堤防の高さをクリアする関係や地盤が軟弱であることを考慮して、車両研修建屋の大半は、コンクリートパイル状に乗る人工地盤に建設されている。JR 東日本が保有するすべての新幹線車両が、検査や修繕を受けるために、定期的に当センターに入場する。 また、標準機に改め期された在来線区間で普通列車として運用される719系、電車5000番台、701系、電車5000.5500番台については、当初は当センターで全般検査などを受ける計画だったが、その後所属基地で全ての検査を行うこととなったため、当センターに入場した実績はない。山形新幹線、福島、 新城馬が運休となった場合は、山形、新城行きの翼は仙台行きに変更し、仙台駅ギアと当たりセンターまで臨時改装される。2021年4月1日現在の配置車両は以下の通り、蒸気のほか縦屋内専用の車両移動機が数機存在する。1985年から仙台工場の工場公開として始まり、翌年から、 新幹線車両基地祭りとして、毎年夏季に開催されていたが、2019年には10月末に開催された。1985年に開催してから、東日本大震災が発生した2011年と、新型コロナウイルス感染症が流行していた2020年、2021年を除き毎年開催されている。特に校内を走行する体験列車には、 多くの乗車希望者が列を作りさばききれなくなったため、2004年からは往復はがきによる事前申し込み制になった。PR コーナー等の年間来乗者は約7万人。開催期間中は車両基地祭りの際に人数を限定してシミュレーター室を開放している。これは仙台畜在来線の乗務員訓練のために使われるもので、 当センターではなく総合訓練センター管轄である。心理不駅と当センターは心理不問を開始専用通路で直結しているが、通勤時間帯のみ開門し開門時間帯は、主営が常駐するため関係者以外は通路を利用できない。ただし、新幹線車両基地祭りの際は、来場者向けに一般開放され心理不問より当センターへの入り出場が可能となる。 七祭り以外の日に来所し見学する場合は、リフ門の主衛詰め所で受付をする必要があり、列車利用で行くには、リフ駅からの方が近い。校内に次の鉄道車両が、生体保存されている。以下の車両も保存されていたが、解体、または移送された。ありがとうございます。